の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。引き返すか。焚き火、人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。行ったな。人を追い払うための仕掛けか。殺したか。ああ、一人だけだが飛び込まれた。この調子なら気の済むまで森を独り占めできそうだ。ああ、何か見えたら選べる。よし、こっちに遠くには行ってないはずだ。後ろに回れ。やっ、
これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。